そのおしんの、おかよ様のファンの方にしてみると、こうたさんの、最終的に奥さんになる人、並木京子さんか、その人の存在にちょっともやっとくる人いると思うんですよね。私もちょっともやっと来てるんですけども、おかよ様は2人姉妹で、並木京子さんは一人っ子だと思うんですよ。一人娘、一人っ子、ですよね。だからこそ、こうたさんが婿養子に入って、名字も、ね、名前も変わったわけですからね。で、NHK の大好きなステレオタイプ、そう、一人っ子はどうのだとか、わがままで贅沢に育った人間はどうとかって、それが当てはまってない、その並木京子さんに関しては。で、しかも32歳だったかな、30代前半まで独身だった、その京子さんって人で、普通っていうか、今でも、今もう32とか、大したことないで、昔の32歳って、今で言うと、下手したら52とか42どころか52かもしれないですよね。で、昔だともう本当決めつけがすごい多かったから、もう30過ぎたら、もう結婚できないよねとか、30まで独身ってことはよっぽどわがままなんだよとか言われまくっても仕方がないのに、あっさりと結婚しているというね。で、なんか別に夫婦間に何のこれといって問題もなく、当時32だったら、高齢出産丸子だとは思うんですけど、いつお子さんが生まれたか分かんないですけども、そういう話も出てこないし、脇役ってやっぱそうなっちゃいますよね。脇役にまでフォーカスしちゃうと、1年間の大河じゃないや、朝ドラが 5年とかなっちゃいますもんね。そういうね、わがままに描かれることもなく、で、こうね、夫婦2人ゆったりと、お茶を立てて飲むみたいなね。で、それをおしんが、こういう日々のあり方もあるんだなとね。そういうね、おしんみたいにですね、生涯現役っていうか、そういうことやってるから、今令和5年とかになって、もう老人も働き働け、ちっちゃい赤ちゃんがいる女性も働き働けっていう、そういう時代になっちゃったっていうかね。別におしん一人の責任じゃないですけどもね。ちょっとそんな風に思ってもやっとしましたね。で、ってこうたさんだって、かゆさんのこと、なんですっけ、16歳ぐらいの時のかゆさんのこと、確かに頭のいい人だ、だけどあの人の、なんだろう、僕に対する行為は迷惑だとか、ちょっとひどくないとか思うんですけどもね。僕はこういう農民活動とかやってるから、家庭を持てる立場にはないんだとか言っておきながら、おしんに対しては、あなただったら僕のこと分かってくれるとか、一緒に東京に来てくれとか言うしね。コウタさんもね、日本人男性にあるあるの、自分よりも身分の低い女の人から、こうね、うるうるしたお目目で見つめてもらいたいっていうね、そういうことでしょうみたいにも思うんですよ。じゃあそれだったら、じゃあなんでね、何でしたっけね、その特攻から拷問を受けて、で、その後、外に出てきた後、その並木京子さんとはあっさり 祝言を挙げるっていうね。そこにちょっとね、もやっとしましたけれどもね。私もね、多分並木京子さんみたいな人が、普通って言っちゃ変ですけども、私もこういう考え方嫌なんですよね。そう、一人っ子だからどうのこうのとか、末っ子だからどうのこうのとか、贅沢に育ったからどうのこうのって、私もあんま好きじゃないんですよね。本物に触れさせることでうまくいった例って、森英恵さん、
まあ、あの人医者の娘で、あの洋服なんかも、まあ、あの何でしたっけね、まあ、綺麗なものを着ていたらしいじゃないですか。でそういうね、あの本物に接しさせる、あ、本物に、まあ、あの接することによってみたいな、まあそれもね、まあ、まあ私のパーセンテージとかいう、まあ分かんないですけど、今アンケートとか取れるわけでもないし、その本物に接し、あ、まあ贅沢という見方が あるかもしれないけども、本物に接することによってうまく、あの、まあ、開花させる、開花した例と、まあ、まあ贅沢に慣れさせたせいで、まあ、単なるわがままに育ちましたみたいなね、まあ、まあ、どっちに転ぶのか、まあパーセンテージとはそういうの分かんないですけどもね、うん、まあ、うん、となると、まあ、私がもやっときてるのは、そう、京子さんではなくって、まあ、幸太さんの方だってことになっちゃいますね。はい、はい、ではあの、うん、なんですかね、あ、なんか16歳の時の、あれ16歳だか20代前半ちょっと忘れましたけども、そのおしんが、その幸太さんと俊作あんちゃんをちょっと比べる場面がありますよね。であたかも俊作あんちゃんの方をちょっと褒めてるような記述があったんですよね、まあ、その小説の方にですよ。あの俊作あんちゃんは最後まで自分を貫いて死んでいったとかね。で、その、それを言う前に、それを思う前に、あの、まあ、ちょっと似てるなと思ったと。幸太さんと俊作あんちゃんがその、男らしい太い眉毛が似てるって思ったみたいな、そういう記述があって、だけどあの、うん、俊作あんちゃんの方は最後まで、あの、自分を貫いてみたいなこと言ってましたね、うん、まあね、まあ、おしんもずるいなって思ったんですよね。その俊作あんちゃんによって、そのまあ高スペック男性の味を知ったんだなみたいなね、うん、まあ、味を知ったらちょっといやらしい言い方ですけども、あの、まあね、まあ、あのぐらいの時代っていうか、あの、まあ、うん、まだまだ見合い結婚が多いけれども、その、まあ、恋愛結婚が始まりだしたっていうか、うん、まあ、恋愛結婚っていうと聞こえはいいですけども、まあ、あのハプスブルグなんかで有名な貴賤結婚ですよね、まあ、あのずる賢い女の人たちがね、まあ、あの甘い汁を吸える世の中に なり始めたみたいなね、まあ、そういうことでございますよ。はい、はい、ではあの、はい、まあね、30秒結論、あの私がもやっときてるのは並木京子さんではなくて、まあ、むしろ幸太さんだったのかなっていうことですね。はい、では今日も、ご視聴ありがとうございました。